おはようございます。おはようございます。今日は何をやるか。今日なんですけどね、木梨憲武さんから連絡がありまして、今から茨城に行ってキャンプをするので、ちょっとよかったら来てくれないということで、私来たんですけど、何にも分かってないです。なんか噂に聞くと、おぎやはぎさんがね、ハピキャンっていう番組をされてるらしいんですよ。キャンプの番組を。そのキャンプの番組に、鳥谷さんがやられてるギャオ、ギャオチームで何人か選抜して、キャンプ対決をするみたいな、そういう流れだと今聞きましたけど、俺全然戦力なんないですよ。ぶっちゃけ。なんかみんな集まるって聞いたから、とりあえずドンペリっぽく。武器はこれだけです。ただ、のりたけさんはね、朝早く連絡があって、今どこって言われたから、いや、まだ家ですって言ったら、俺はもう常磐道を乗って、もう茨城向かってるよっていう、ものすごい元気な感じで連絡があったんで、我々はちょっとここで待ち合わせ、集合っていうことなんで、ただ、どんなメンバーが来るのか、僕もそこは全然分かってないんで、で来たんで乗り込みます。おはようございます。今日このメンバーで、ボイメンの2人と、はい、そして遠藤といえば栄子ちゃん。おはようございます。おはようございます。どうですね、仕事。今日聞いてます？今日あんま聞いてないっすね。キャンプの対決って聞いたんですけど、俺全然戦力になれへん。いや俺もですよ、全然インドアなんで。こういうキャンプもやんないですね。キャンプなれへんよな。大丈夫なんかな。ココリコ遠藤の変な形。今来ましたけど、どれだけさんもおられます。今もろもろ一旦ご挨拶で終わりまして、こちらがメーテレチームのハピキャン、本物のキャンプの番組をやっているメンバーということで、こちらが、僕もお世話になります、ギャオさんと、我々のこの YouTube の方で、今からキャンプをすると。ザ・キャンプですね、ほんまにね。すげえなぁ。確かに本当に振りたくないよね。振りたくない。申し訳ない。今始めてるの。ここにカメラ集まって。熱いよ。早く呼んでくれ。今登場前です。なんか、おぎやはぎさん知らないみたいで、俺らの登場。隠しなんすよ。なんでサウナなんすか。待機場所が。ていうかさ、俺思うねんけどさ、のりたけさんはゲストらしいね。逆やと思うねん。俺らがゲストで、サプライズでのりたけさんやったら、多分びっくりしてはると思うんだけど。来へんから、ね、来たのぐらい、裾野の辺でゴドゴドしてるだけの音だから違う汗かいてきました。違う汗怖くなってきて、それが怖汗、はい、まだもう一台車行けるか、もう一台やばいっすマジで。もう処理力がもう持つかなこれ一日。ちょっとサウナの中はちょっとこれもでもサウナ流行ってるんですか？知ってます、一回入りました。サウナ流行ってる。それを、まあギャオハンが唯一、キャンプサウナが流行ってるって、これはやりましたね。すげえな。全部揃ってるんですか？中になんかも一軍がちょっと下がり気味の一軍がいるね。このマグの。ちょっと。ドンペリも熱い、ドンペリ沸騰してます。
中に入れちゃう。やらないよ。こっちは、この4人はギャオで来たって。ああギャオで。遠藤ギャオっていうだけで来ちゃうから。これもギャオの専属になってる。こっちはこっちでギャオの収録してるってことね。そうですよ。はい、まだ分かってないから。僕らこれなんだね。コラボって聞いたんですよ。で、今一緒にじゃあ撮ってるんですよね、同じ。すごい。扱のカメラもギャオのカメラも。大だね。あ、それ、それプラス、俺の YouTube も待ってた。ね、何みんな何それ何でもありだよ。何なのこれ。もう今。何でもありかと今、そういう世の中なんか。もうテレビって変わったね。すごいね。こうなったんだね。もう。全然ないよ。みんなに見せたいから、うちの発表の動画を見たいな。レイアウトがすごいわ。なんか、すごいでしょ、車の置き方から。ケイさんの車、ここへどうぞって言われたから。これ、ロワッて。ロワッて。ここまで行く、どこまで行く。この高い。ここについてんだよね。あ、ここだ、ここだ。誰か、ここ、ほら。ここに足があるじゃん、足が。これ下の伸ばしたり、伸ばさなかったり。時間かかるんだ。多分こんなもう、知ってる人やったら1分でできるんでしょう。そうだね。多分、一番簡単なやつ。おー、すげえ。お、来た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 。かっこいい。プレイヤーと戻そう。ジャンプっぽい。ジャンプっぽいでしょ。いいでしょ。それで、あとあの、あれよ、みんなに座ってほしいのは、あのコールマンのあの子。やった。これやった。うわ、すげえ。すげえ。いや、これ、そんなしないですよね。1万円ぐらいね。撮影で使ったって7000円ぐらいになった。なりそう。めちゃくちゃいいっすね。これちょっと、遠藤さん。これ撮影もいいわ。これめちゃくちゃいいの。これ海でもいいんだ。いい。海でいい。プール海で。こんな座り心地のいいのあんまない。ガウンガウンガウンいっちゃってる。すごいよね。エコさんどうした？後ろの前頭と。何これ？これなんだ？ドーム型。初めて見た。大体この発揮はいつも初めて見たのぶっかくる。いくら？10万円。あそこにある焚き火台が10万するっていうからね。あれですか？あの焚き火台。あるのはなかなかない。あれ俺たちも初めて見るけど。もう、やばいな。聖火台見てるのって。ほや。これ。すごい。これ、もう、あの前持ってって、隊長。やる。隊長。やっちゃう。おまめ。はい。やろうか、エコちゃん。これ火つけ方知ってんのね。これですか？キャンプどうなの？ボエメン2人は。全くやってない。ないのね。楽しみにしてきました。予算、そうそう、ありますよ。森竹さん積もれるぐらいだから、うん、いろんな企業入ってますから、キャンプ。そうそうそう。あと俺思うんですけど、あっちの方がね、うん、ギャラいいと思う。なんか良さそうですね。丸がね、1個変わると思う。遠藤さん、遠藤さん、YouTube やってる。ギャオの方入ってください。ちょっとギャオに集中してください。 YouTube じゃなくて。いや、もうだってギャオさん出たって俺もお金もらえないから。ほら、ほら、言わない。ほら、ついに、ついに、ついに。ほら、いらないです。いらないです。どうなんですか、言わない。ヤオさんはもう、俺はもうそういうことでやってないから。ヒューマン同士の付き合いや。人間同士の付き合いや。SNS も。ありがとうございます。皆さんと一緒に食べれるように。いいですか？食べたい。ちょっと。向こうはハピキャンチームもやってるんですけど、はい、ハピキャンチームの方にちょっと羨むような料理作るのかって言いますよね。え、ね、あの向こうから来るような感じ。そうそうそう、匂いで誘いましょう。残すのか。うわ、いやいや、行っちゃってる。でかうわ、でかっ。すごっ。それどうすんの。それをこのままあの焚き火で焼いていきます。うわ、すげえ。やばいっすね、これ。うわすげえ、すげえ。ちょっとあっちにアピール。あー、すげえこれ、すげえよ。すげえすげえ。すげえな。やばいよこれ。これはやったことねえやつや。エジからあるぞ。うわ。これは全然足りてねえ。フライパン着ないか。これはほんまに合ってるんですか。このままでいきます。これ。ちょっとね。
ガを上から置いて、さらに上に入れていきます。キャンプならではですね。豪快。ちょっと重さを加えると、すいません、あそこの GS だったら。鳥やから、ちょっとね、しっかり焼いた方がね。そうですね。なんか、はい、あっちでお肉を焼いて、はいはい、あとこっちで結構大人数なので、はい、ビビンバ作ろうかな。うわーい、ビビンバ最高。いいね。俺発表もなんかあんま盛り上がってないから。あれ盛り上がり感出てない。わかんないでしょ。ちょっと。ほら、こっち見てくださいよ。いや、もうこれは味付いてるんですね。はい、焼肉のタレで。うわー、美味しそう。めっちゃいいじゃん。これ、ヤオだけじゃないでしょ。俺は、彼女は、年末の笑ってはいけないでもお世話になってます。そうなんですか。そうなんですか。ああ、ちょっと、ギャップバンクだと思った。いや、なんかあれ持ってきましょう。いらねえんだよな、そういうの。いやいや、食べながらやったね。違うんだよ、今から、今俺ら作るの。今火を始めて、こうなんつの叩いて、これでつけたんだよ、これで。それは誰でもできますよ。できるわけないだろ。足がうまそうだけど、今やってんだよ。こっから今からやって、料理を作るんだ。こっからやる番組なんだ。そうだよ、出来上がったもの食べるやつだね。業者を呼ぶなよ。いいからだ、いいからだ。マジで何でもありますよ。テレビに慣れすぎたんだよ。もうそうだね。誘惑がやべえな、これ。からし醤油で。昨日から煮込んでます。うまいね。ねえ、発掘されるんだからね。何時間を無駄にしてキャンプに飾られすぎてますね。つけるとこ見ます。そうなんだ、見ないね。でしょ、僕は見ないですよ。俺は見ないですよね。俺はね、テレビつけたらもう美味しい料理と青空の下ででしょ。いかにこの自然の中で楽しく過ごすかやから、楽しそうじゃないもんね。うわっ、どっからどう来るんですか。こっちか。いただきます。うまーうまい。ケイさん、マッサージもできるんで。これは何ですか。エンドさん、やっぱ結構すごい、マッサージ早くないですか。キャンプといったらマッサージ。そうなんですか。でパッと見たらエンドさんチャンネルのカメラしか回ってない。いいよいいよ、最終的に押さえ回っていけばいいんだろう。いや、ここだけでいいですか。もう一回ギャオさん の力を借りずにやってみようっていう話。いきなりさんいつは見てるのでなく、君とはもう3年くらい合わせないのにどうしたの。あの頃僕たちはさあなたのできる気がしてた。二人で海に行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ、今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても、何も感じ取れなくてさ。別に君を求めてないけど、ここにいられると思い出す。
自転車をして歩いてく細い道を歩いて細いよ。なんでお客さんいないのに歌わないとか。あれお客さんの歌とか。というわけで、今回、メーテレさんのハッピキャンさんと、ギャオさんのコラボ、そしてここにこのチャンネルがお邪魔させていただきました、楽しいキャンプでした。本当にキャンプは皆さん楽しいと思いますので、皆さんもこういうご時世なんでね、キャンプで楽しんでみたらいかがでしょうか。楽しかったです。それではまた、チャンネル登録よろしくお願いします。